はい、こんにちは。鳥取市のハンコ屋岩波堂です。先日ですね、ちょっと故障のため、井上機械さんの方に修理に出しておりました、機械がですね戻ってまいりましたのでご紹介します。はい、こちらのテーブルソーですね、電気ノコギリなんですが、当店ではね、ゴム印の持ち手を作るのに使ってるんですが、こちらがですねなんかうなって動かなくなってたんですけど、もう結構年代物なんでモーターが焼き付いてしまったかなと思って、もう買い替えないとなと思ってたんですが、井上機械さんにですね、見ていただきましたところ、ベルトが消耗してたということで、ベルトの交換だけで、ね、済むということで修理していただいて本日戻ってまいりました。動きの方もねスムーズに動くようになりまして、今動いてますけど、スムーズに動いてますね。鳥取市で、機械のことなら井上機械さんご相談ください。おすすめです。よろしくお願いします。インショップいろは堂は鳥取市2階町3丁目地図街道筋商工会議所並びです。